こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日はですね、いよいよ偏差値65円の国語の第3巻がですね、完成して、販売を開始しますっていうね、テーマでね、オリエンテーションも兼ねて、動画を出したいと思います。ね、これ、表紙なんですけどね。目次です。20問入ってますから。でね、どれもね、これ僕がね、いいなっていう思った文章でね、最近僕がね、教えてる生徒さんに、使った文章です。でどれも入試の過去問ですね、出題されたものなんですけど、出典は書いていません、けどね全部、過去問レベルです。字数的には3000字ぐらいで、論説文だと、2000字で、これね全部僕がね、音読して質問してって、必ず文章分かるようなね、授業になってますから。で、そういう文章を選んで、で、その中でね、僕がね、生徒さんに何度も何度も繰り返し授業をいろんな生徒さんでやってみてね。で、一番、これ以上磨けないなっていう授業になった時に、動画を作って出すという形でね、やってきたものです。ですから、このテキスト使っても使わなくてもいいんですけど、これね、僕が読んで質問して問いに答えるってことをやったら、必ず文章分かりますから。文章が分かった上で、その上でね、問題を、解いていくわけです、これね。これも回答用紙ですけど、これね、問題を解いていくわけです。で、問題を解いたら、解説、全く同じ文章に回答の箇所がね、一目見て分かるようになってますから。ここかな？ちょっと明るいかな？ね。文章がね、どこに答えの根拠があるか一目見て分かるようになってるのでね。で、そういう解説がついていますから、お母さんとかお父さんと一緒にやるときにはこれね、使ってください。で、その上で、丸を打っていく。いうことですね。で、使い方は、ここにね、バーコードが打ってありますから。バーコード写ってます？こうか。こうね、バーコードをピッてやってもらえれば、その問題の、授業が出てくるんで。で、そして僕は読みますから。読んだ後に質問するんで、それ質問してください。質問に答えてください。で、答えたら、文章の内容は必ず分かるようになっているので、で、その上で問題解く。じっくり解いてみてください。もちろん、演習用にね、真剣に自分でやってみて、で、丸打ってっていう形でも大丈夫なんですけどね。もう今日から、っていうか、昨日のね、昨日出来上がって、一昨日か、水曜日にね、ライブでも告知させてもらったんですけど、で、購入の方法ですけどね、概要欄に、下に、あるんですけど、必要事項をね、記入の上、僕のメールアドレス、応用ナンバーワン塾アットドコモ ne.jp なんですけど、これは詳しくはね、下の概要欄見てください。で、1冊2700円になります。で、メンバーの方はね、ちょっと安くなりますから、メンバーですって言ってね、ちょっと入れてください。ね、国語っていうのはね、じっくりじっくり焦らずに一つずつ一つずつちゃんと分かって、ちゃんと感動した上で問題を解く。それをね、積み上げていけば必ず伸びるんです。必ず伸びますから。国語は言葉ですから。
触れれば触れるほど伸びるんです。そして一つずつ一つずつちゃんと読んでちゃんと解けばね、必ず伸びますから。でまあこのね、中学受験国語知識聞き流しも合わせてやるとね、語彙力も増えますんでね、よかったら、両方ご購入ください。今日はまあそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。